西武は14日、山川穂高内野手が国内フリーエージェント FA 権を行使したことを発表した。やっと来たかー。女子恋。コンオフ大本命来たー。ドラゴンズに行くのかな？気取られる図に出すとは多分代理人だと思うけどやり手だな。立浪がプロレスで攻撃すれば、みそぎになるかもしれんね。ただ現実は、ソフバンと大型契約して、炎上する運命。史上最悪の FA。ついに来たか。中日に来てくれたら見直す。立浪さん検討して。どうせソフトバンクでしょ。これでソフトバンク行ったらめっちゃ荒れるだろうな。結局行使したのか。ソフトバンクかな。最後の最後で来た。やっぱり FA しおった。さてさてどうなることやら。本心で行きたいのはソフトバンクなんだろうけど、いろいろとあったからそれがどう影響するか。最終的に残留かそれとも移籍かできれば、西武に残留して活躍して信頼を取り戻してほしいね。結果はともかく、動いてほしいな。ジュニドラに仮に来ても背番号3つけるってなるならいらん。中日に来てくれ久々に熱いシーズンが見たい。ハマスタで60本くらい打ってくれませんか？中日は山川取ってもいいけどビシエドどうするん？他のポジションでもやらすの？ホークスへようこそ。さあ争奪戦じゃ、美しく残留します。どすこい。立浪監督取れよう。てか PL 学園出身同士の監督で先輩だし取引はしやすそうだ。違う球団で再出発かね。本命ソフトバンク、対抗中日になるのかな？ソフトバンクに行ったら大炎上するからどうせ中日なんやろ？そうなったらマジで面倒くさいぞ。いや、マジで。宣言はすると思ってたからこっから西武と勝負や。とりあえず獲得への第一歩。自らの、そして中日ドラゴンズの邪気をそのバットで払ってほしい。ファーストスタメン強打、はい中日。